アバディーンのホテルから、お送りしてますけれども、アバディーンは正直街としてはそんなに見どころがあるわけではなくて、本当に何日も滞在して観光する街ではないですね。まあそこを拠点としてフェリーに乗ってシェットランド諸島とか、そういった島、さらに北にある島に行って野生動物を見たりとか、まあ、自然に触れたり、まあ、そういう観光の拠点かなというふうな印象ですね。まあ、ただ、アバディーンは、まあ、ホテルが安いですね。ゲストハウスとかホテルがちょっと街から10分、15分ぐらい歩いたところにたくさんあるんですけども、まあ、他の街ではなかなか、もうちょっと桁が違うかなっていうレベルで、安い。それでいて非常にこう質も高いホテルが多いので、まあなのでアバディーンでは、まあ、ホテルでのゆっくりする時間を持っています。まあ旅行とか、まあ仕事とかだとね、特に自分のコンディションの維持のために気を使ったりとか、まあ体が資本の人たちは食事ですとか睡眠非常に気を使うと思うんですけど、まあ、特にこう観光とか観光仕事っていう人なかなかいないんでね。でもまあ実際に旅行を続けていると、まあ体だけじゃなくて気持ち的にもちょっと疲れてくる時ってあるんですよね。まあその時その時は興奮してるんで、あまり自分では自覚がないんですけど、やっぱり長旅を続けていると、なんか感覚が鈍ってたりとか、なんか物に対しての感度が薄れていく。まあ、そういう時ってあるんですよね。まあ、それは単に慣れてしまったからっていうのもあると思うんですけども、やっぱ心身の疲れっていうのもあると思うんですよ。まあ、なので、まあ、仕事だけじゃなくて遊び、まあ、実際に旅行、旅でも自分の心身のケアっていうのが非常に重要なんですよね。かといって、行きつけのなんかマッサージ屋とかがあるわけではないので、旅先ですからね。まあ、そこで重要になってくるのがやはりホテルの時間。ホテルでどれだけゆっくりとリラックスして過ごせるかっていうのが、まあ、肝かなと思いますね。かといっていつも四つ星、五つ星の、高級ホテルに泊まれるわけではないので、まあ、リーズナブルかつ心身リフレッシュして気持ちよく過ごせる。短い時間であってもいい睡眠、いい時間、まあ、そういう時間を過ごせるホテルを見つけるっていうのも非常に重要なポイントかなと、自分で身をもって、感じましたね。ここアバディーンは街にを見て興奮したりテンション上がることはなかったですけど、ホテル、外観はふーんって感じでしたけど、中に入ってみると非常に居心地が良く、必要なものがきちんと揃ってる、いい休みを得れた、そんなアバディーンのホテルでした。皆さんも心身ともに健康で、まあ、コロナにも気をつけてですね、まあ、元気に楽しく旅を続けていただきたいなと思います。それでは。